下がりしています。原油先物価格は92ドル台での取引です。マーケット情報でした。最後に鶴の顔を折って、はい、できました。どうでしょう、はい、久しぶりに折り紙で鶴を折ってみました。あの折り紙といえば誰しも小さい頃遊んだ経験があるでしょうし、今でもテレビを見ながらついつい紙の箱を作ってしまったりと、まあ、何かと日本人に馴染み深いこの折り紙なんですが、実はですね、こちらイスラエルの学校で子どもたちの勉強にも一役買っています。日本から伝わった折り紙がどんな風に活用されているのか、現地からのリポートです。私たち日本人にとても馴染みの深いこの折り紙、しかしここイスラエルではある別の目的にも使われているんです。折り紙を使って行われているのは算数の授業です。形を自在に変えられる折り紙は図形の学習にぴったりだとおよそ10年前に導入されました。黒板を見るだけではなく実際に手で触れながら学ぶことでより理解が深まるといいます。נגיד ויש לנו שיעורים בגיאומטריה בבית, אז אני לפעמים לוקחת דפים ומנסה לחשב את השאלות עם הדפים. הפחתנו ככה את החרדה ואת המתח מפני המתמטיקה. לגבי ההישגים, אנחנו רואים שיש בכלל עלייה בהישגים של הילדים בלימודי המתמטיקה, הישגים שלהם הולכים ונהיים טובים יותר. 折り紙が授業に導入されたきっかけを作ったのは教師のミリゴランさん。子どもの頃テレビで見た日本の折り紙に感動し、自分でも挑戦するようになりました。20年前には念願だった日本を旅したミリさん。本場の折り紙に触れ、その奥深さに改めて魅了されたといいます。子どもたちの教育にこの折り紙を役立てたいと考えたミリさん。教材として使わないかと地域の学校で紹介して回りましたが、反応は当初冷ややかなものでした。When I came first, they laughed on me and they said, you know, you can go to a community center and teach some nice afternoon class. But I didn't give up. You know, the origami is a work of my life. I really believe in it. No.そんなミリさんを支えたのは、折り紙の国際的なイベントで出会った夫のポールさんでした。折り紙のデザイナーでもあるポールさんは、作品集が日本でも出版されるほどの腕前です。どうやったら算数の授業に使えるか、二人で試行錯誤を重ねました。I can fold a piece of paper. I'm in control. I know what I'm doing. It's my body that's making it. My hands, my eyes, my brain. I am making this. And there's a fantastic kind of sense of achievement, even if you do the simplest thing when you're 5 years old. これはミリさんが折り紙を教材として役立てるために作成したアニメーションです。例えば正方形の折り紙を対角線に半分に折るとできる二等辺三角形、それぞれの角は何度になるかということを考える場合、ここは直角なので90度、残る角は90度を半分に折っているため45度になることがわかります。遊びながら図形の基本を学べる折り紙、さらに工夫を凝らすことで図形の面積や立方体などより難しいテーマの授業にも活用できるのではないか。ミリさんは
アイデアが浮かぶためにノートに書き留めていきました。When you teach them through the origami, they never forget it. And it's important.